写真拡大ソフトバンク 6-4 楽天 CS6 日ヤフオクドームソフトバンクと楽天によるパーソルクライマックスシリーズパファーストステージは6日第2戦が行われソフトバンクが6対4で勝ち1勝1敗のタイに持ち込んだ。主君の一打を放ったのは6番右翼で先発出場した福田だった。4対4で迎えた4回先頭で入った第2打席でカウント1の2から楽天の先発美馬の変化球を捉えて右翼席中段に勝ち越しの1号ソロを放った。入団13年目の生え抜きの30歳は今季80試合に出場、打率259、8本塁打、26打点と存在感を発揮していた。5日の第1戦は出番なし。先発に抜擢された試合でしっかり仕事を果たし、チームに勝利をもたらした。負けたら終わりの試合。なんとかしたいという思いで試合に臨んだ。泣くのは嫌。笑ってファーストステージを終えられるように明日も頑張りたい。7日の第3戦に向け早くも闘志をみなぎらせた。フルカウント編集。